はいどうも、おめでございます。かまいたちの夜2監獄島のわらべ歌サイキック編ですね。続き帰っていきたいと思います。確かにこの部屋は密室だね。オムライスはくぐもった声でそう言った。鼻と口を押さえているからだ。まだ腐敗しているわけではない。だが濃厚な血の匂いは胸が悪くなる。窓から逃げ出すのは無理だ。窓の下には剣山があるし、地面にも足跡は一つもついていなかった。オムライスはそこまで言うと、そうだと大声を上げた。 CG の両端の部屋の窓と窓は向かい合っている。その間にロープを張ってそれを伝ってこの部屋に侵入するこのルートでもお前そのポンコツ推理すんの？そして正岡さんを殺し、またロープを伝って出ていくっていうのはどうかな。どうかなじゃねえよ。窓と窓の間は10メートル以上ある。極限やん。ここにロープを張って人間がぶら下がる雑技団やで。ピントロープを張ればもしかしたら試してみましょう。いやー、きっとロープは地面までたるんでしまう。無理ね無理ね。私は即座に言った。窓と窓の間は10メートル以上ある。どんなにピントロープを張っても人間がぶら下がったりしたらたるんで地面についてしまうわ。そうかそうだよな。それじゃあ気球で飛んでいったとかあんな風の日に無理よ。私は部屋の中を見回した。ベッドの上は固まりかけた血で一面黒い、赤黒い。その上に正岡さん仰向けになって横たわっている。首がちぎれそうね。斧か何かで叩き切ったのかな。正岡さんは眠っていたんでしょうね。その時にいきなり喉を叩き切られた。一撃じゃないわね。どうして？悲鳴が聞こえたんでしょう。いきなり喉をここまで切り裂かれたら悲鳴を上げる暇なんかない。そういえば切り口はあまり綺麗じゃないな。見たくないなそれ。オムライスが正岡さんの首を覗き込んだ。勇気があるというより神経が麻痺してしまっているようだ。実は私もそうだった。現実感がないのだ。なんか他人事を見てる感じなのかな。刃物で切ったというよりねじ切られたみたい。言ってからゾッとした。頭がしっかりと掴んでギリギリと回していく。怖っ。やがてふつふつと皮膚が、ああ痛い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 。そんな怪力の人間がいるだろうか。私もう一度やってみる。やってみるって力を使ってみるっていうこと？私はうなずいた。でもそれは一度やったんでしょ。でも正岡さんの手首を触ってみた。だけど他の部分を触っていないわ。もしかしたら犯人が触ったかもしれない部分。あーた、サイコメトリーする場所を選択。エイジかよ。頭。何が見える、何が見える。ガンツフェル、何をしている。不意に呼びかけられ私は現実に戻った。何をしていたんだ。三木本さんがゆっくりと繰り返した。その目が私の手を見ている。血まみれの私の手を。これは再検証していたんです。ここで何があったのかもう一度調べてみようと思って。オムライスが言った。意外なほど堂々とした態度。少しオムライスを見直した。それでお嬢ちゃんが手を血だらけにしてたってわけかい。三木本さんニヤニヤと笑った。なあオムライス君、第一発見者が一番怪しいという法則を知っているかな。笑いを残した顔でそう言う。君と小林さんは悲鳴を聞いて部屋に駆けつけ、そして死体を発見したと言っていた。だがそれを証明するのはお互いの証言だけだ。君たちが共謀して正岡を殺し廊下に出てドアを閉めれば、それは部屋は密室になる。一体何を言うんですか。オムライスが大声で抗議した。言っておくか、マリ君は証人にはならない。彼女はぐっすり眠っていた。例えば君が正岡を殺した後で部屋を出て扉を閉める、それから部屋の扉を叩き始める。そうしたとしても彼女にはわからないわけだ。それに恋人の証言は普通信用できない。場合によっては共犯ということも考えられる。いい加減にしてください。オムライスは食ってかかるような表情で毅然と言い張った。おっと、本気で言ってるわけじゃないんだがね。三木本さんはその勢いをはぐらかすかのようにニヤニヤ笑いながら言った。だからといって全くの冗談でもない。三木本さん改めて私たちを見据えた。この館にいる者は全て容疑者なんだ。君たち二人もそれに俺もね。そしてみんなが犯人以外のみんなが思っている。犯人以外のみんなが思っている。俺は犯人じゃない。じゃあ誰が犯人なんだって。要するに行動には気をつけた方がいいということさ。
探偵気取りもいいが、そんなことをしていたら真っ先に疑われるぞ。俺が疑っているようにと付け加えるかのように三木本さんはニッと笑った。まあ三木本さんの言うことも一つのね、正論っちゃ正論だよね。部屋に戻って血を洗い流しているとノックの音がした。はい。そう返事をすると、朝食の用意ができましてございます。キヨさんの声が聞こえた。正岡さんの死体を目撃したショックはもう癒えたのか、普段と変わらぬ声だった。食堂に行くと、もうみんなが集まっていた。話題は一つ、島が閉じてしまったことだ。原因はわからないが、この辺りの一帯の海面の水位が下がったらしい。その結果、外界と接している部分が干上がり、岩礁が現れたのだ。 C 字型の島はその隙間が閉じて円環になってしまった。50年に一度のかまいたちの翌日には、かまいたちの夜の翌日にはこういう現象が起こるという。船の出入りができなくなってしまったわけだが、向かいの船が来る頃には島は釜型に戻っているらしい。しかしそれまでは三木本さんのクルーザーも使えない。重苦しい雰囲気で食事は進んだ。ろくに食べないうちに私もフォークを置いた。食べないの？尋ねるオムライスの皿の上にもほとんど残されたままだ。海を見に行きましょうよ。潮風を吸いたいわ。私たちは館を出て海岸に向かった。部屋に戻るわ。私は一人で部屋に向かった。いやー、海岸かな？ここは。誰かと一緒の方がいいだろうし。海を見に行きましょうよ。潮風を吸いたいわ。おい、喜んでついてきてくれるよ、こいつだったら。私たちは館を出て海岸に向かった。知らず知らずのうちに私は C 字の左腕の端の部屋、正岡さんが殺された部屋のあたりを見つめていた。あそこに今も正岡さんの死体がある。誰が正岡さんを殺したんだろう。正岡さんは殺されなければならない何かをしたんだろうか。って誰なんだろう。え、私はオムライスに聞き返した。河村亜希って誰なんだろうかと思って。ゲームの登場人物の？そう尋ねるとオムライスは小さくうなずいた。夕食の時のテーブルの上に載っていた写真と名前を書いたプレート、おそらくあれは正岡さんを殺した犯人がやったことだ。ゲームの人物に共鳴はないものね。私が答えると、それはそうなんだけどね。オムライスは苦笑いして歩き出した。おかしな話なんだけど、オムライスはしばらく考え込んだ後そう切り出した。僕はね、河村亜希の名前を知っていたような気がするんだ。ずっと昔から僕はゲームをやっていないんだけどね。信じてもらえるかな、とでも言うように、オムライスは私の顔を覗き込んだ。あのね、私は一呼吸を置いていった。実は私もなの。どういうこと？今度はオムライスが聞き返す番だった。私も河村亜希の名前を知っているような気がする。それからあのわらべ歌、あれにも聞き覚えがあるの。僕もだよ。それから村上さんや正岡さんにも初対面だという気がしなかった。みんな以前どっかで会ったような気がしてならないの？前世で会ったのかも。冗談のような口調だったが、オムライスの目は真剣だった。だって僕が初めてマリと会った時もそうだと、そう思ったもの。私も。本当？何を勘違いしたのか。オムライスは嬉しそうに私を見つめた。何を勘違いしたのかってひでえな。ただ前世で会ったとは思わないけど。そうなの？オムライスが肩を落とした。本当にわかりやすい。そんなことを話しながらしばらく歩いた時だった。私は関係ない。声が聞こえた。村上さんだ。向こうから歩いてくる。誰といるんだこれ。すぐそばにかのこちゃんの姿も見えた。村上さんは私たちに気がつくと顔伏せ、横を通り過ぎると館の方へ足早に戻って去っていった。それをかのこちゃんが追いかける。かのこちゃんは私たちの姿に気づくと一瞬顔をこわばらせた。そして私の横を通り過ぎるとき、小さな声で言った。思い出した？え？私が聞き返すと、かのこちゃんは手を振って、いいの、いずれ思い出すことよ、と言った。何してたんだろう。何何？サイキック対決でも見れんのかな？オムライスが言った。村上さんとかのこちゃんの組み合わせは意外だった。村上さんに曲を作ってもらってデビューするとか。どんだけ芸能界にグイグイ食い込みたいんやろな、あの子は。オムライスが笑いながら言った。そうだとしたら商談は失敗したんだろう。二人は何かで揉めているようだった。ん？
ちょっと違うのかな、ストーリーというか犯人とか。私たちはハーバーから岩礁を眺めた。あの岩礁のせいで指示だった島は大の字になってしまったのだ。ここに座ろうよ。言うとオムライスはその場に腰を下ろした。いて。途端に小さく腰を上げる。なんだこれは。オムライスが小さな金属片を拾い上げた。バッチだ。あー、いて。針が刺さっちゃったよ。ちょっと見せて。私はそのバッチを見て驚いた。あ、なんか見覚えあんな、このバッチ。なんだっけこれ。小さなそれは、丸にフクロウの図案が書かれていたからだ。これはどうしたのマリ。見えたのよ。正岡さんのビジョンの中にこれと全く同じものが見えたの。じゃあこれは犯人にある関係のあるバッジだということだ。これってかのこちゃんが持ってたのかな。それとも村上さんが。そのどちらでもないかもしれないわ。三木本さんだってここまで来てたんだし、他の誰かがここに来ていてもおかしくない。そうか、そうだよね。見てみるわ。見る？このバッジが何を記憶しているのか。私はバッジを手にして意識を集中した。頭の中に閃光が走った。すごい能力やな。全然羨ましいとは思わんけど、そもそも俺ほとんど外に出んからこんな能力持ったところでね。あれは私だ。え、あなたの所有物？私はオムライスに見えたビジョンの話をした。私自身の子供の頃の顔を見たことも、子供の頃の顔を見たことも含めて。しかし、何かが引っかかっていた。何かが私の中にあった。私の記憶の中に。なんか不思議な話になってきたな。館の玄関のドアを開けたとき、私は館の中がさっきとは微妙に違った異様なムードに支配されているのを感じ取った。キヨさんはバタバタと大きな音を立てて歩いており、その顔はもののけでも見たかのようにこわがばっていた。私が声をかけても返事をしてくれない。どっからか女性の泣き声が聞こえてくる。一人のものではない。複数の女性がすすり泣いている。私たちはその泣き声に向かって1階の廊下を進んだ。トイレの隣にある空き部屋の前で数人が一塊になって立ちすくんでいた。泣いているのは緑さんと OL 二人組だった。みどりさんの横で敏夫さんが慰めようとしていたが、敏夫さんの顔にも血の気がなかった。夏美さんかな？夏美さんがやられた？何があったんです？私は声をかけた。誰も答えず、敏夫さんが黙って部屋の中に向かって顎をしゃくった。オムライスの背中越しに部屋の中を覗き込もうとすると、ヒッ！横でオムライスが息を呑むのが聞こえた。おお、SE でけえな。夏美さんが血の海に横たわっていた。死んでいるのは明らかだ。両目が潰されているらしく、顔が血みどろになっている。狐の襟巻きが首に巻きついている。昨日本人が自慢げに見せびらかしていたやつだ。その下から紫色の跡が見える。どうやら襟巻きで首を締め上げられたらしい。そして何よりおぞましいのは両手首がもがれかけていることだ。ささくれた白い骨が断面から顔をのぞかせていた。わらべ湯だ。私はつぶやいた。そこ虫村のジョローグマン、嫌じゃ嫌じゃと泣いてござる。何が嫌じゃと狐子聞けば、アクタレイたちの風の神に手足もがれて散歩ができぬ。それが嫌じゃと泣いてござる。ビュービュービューのザンブラブーン、ビュービュービューのザンブラブーン。はっきりと覚えているその歌詞を頭の中で繰り返す。狐の襟巻きで首を絞められ、手をもがれかけた跡のある死体。一体何のためにわらべ歌の通りに殺人を犯さねばならないのか。部屋の隅には加山さんが焦然とした姿で座っていた。目は真っ赤で泣き疲れて涙も枯れてしまったようだ。隣には村上さんとおじさんがいた。私が見つけたんだ。おじが私たちにボソリと言った。退屈だったから館の中をいろいろと見て回ったんだが、この部屋の前に廊下に血がついているのに気がついてね。思い切って開けてみたら、このありさまだ。俺だったらまず人を呼ぶけどな。扉開ける前に。鍵はかかってなかったんですか？オムライスがおじに尋ねた。ああ、慌てて外に飛び出したら村上さんとキヨさんが取りかかってね。
犯人の手がかりはあるんですか？おじは肩をすくめた。見つけたのはほんの10分ほど前なんだ。私たちも君たちと立場はほとんど一緒だよ。つまり何も分かっていない。私は黙り込んだ。こいつはこの間はね、南のソープで働いとったんや。突然今まで無言だった加山さんが絞り出すような声で言った。たまたまわしはその店に行ってこいつと知り合うたんや。それからちょくちょく店に通うようになってもうなんなん、ソープ通い告白されてもね。今春子に死なれて落ち込んどる時にはエロを慰めてもろた優しい女やった。くそ、夏美、わしが敵討ったる。夏美、なんで死んだんじゃ。春子に死なれてお前にも死なれたらわしはどないしたらええんや。あ、そういやこのシナリオでは春子さん死んだ設定になってんのか。加山さんは床を拳で叩きつけながら絶叫した。春子さんは死んだ？確か加山さん離婚したと言っていたのに。あ、え？そうだよね。みんなが加山さんに気を取られている間に私はそっと部屋の奥へ進んだ。そして夏美さんの手に触れた。お？後ろから肩をつかまれた。意識が急に現実に引き戻された。はっとして振り返る。おじだった。そんなことはやめた方がいい。なぜか寂しそうな顔でおじはそう言った。みんなこの部屋から出て行ってくれ。吐き出すように加山さんが言った。そうだな、とりあえずこの部屋から出よう。おじが言った。人目にさらしたままでは夏美さんがかわいそうだ。おじは私に立ち上がるよう促した。承知した様子で座り込む加山さんを残して私たちは部屋を出た。しばらくして、私はおじの部屋の前に一人で立っていた。立ってしばらく扉を見つめていた。その扉を開くのが恐ろしかった。でも開かなければならない。そして知らなければならない。私の考えていることが正しくて、それがこの恐ろしい殺人事件の真相と関係があるのなら。どうぞ。中からおじの声がした。おじはベッドに腰を下ろしていた。なんだいマリ、真剣な顔をして。おじさんに教えてほしいことがあるの。私に答えられるようなことなのかい。おじさんじゃないと答えられないようなこと。ほう、そんなことがあるかな。ガンツフェルト症候群って何？おじは黙って私の顔を見ていた。何ガンツフェルト症候群って。でもなんかどっかで見えたよね、正岡の時やったっけ。私もその目を見返す。すっとおじは目をそらせた。すっとじゃねえよ。おじさんはミネルバ社に勤めていたわよね。ああ、脱サラしたからもう何の関係もないがね。ミネルバ社は日本でも有数の薬品会社だわ。おじさんはそこの開発部にいた。そうでしょう。薬品の開発をしていたからといって病気に詳しいわけじゃないよ。私がいた施設、愛護園はミネルバ社がスポンサーだった。施設？そうよね。ああ、それはそうだが。私は8歳の時、今の両親に引き取られた養子だ。初耳。それまでは愛護園という養護施設にいた。本当の両親のことは何も覚えていない。捨て子だったらしいのだ。少しだけ思い出したの。おじは眉をしかめた。何をだ。おじさんはどうして会社を辞めたの。まあ会社の歯車として人生を終わらせるよりも、何かがあってそれで会社にいるのが嫌になったんじゃないの。おじは黙り込んだ。まあ急展開やな。私一度だけおじさんの研究室に行ったことがある。そこで何日か過ごした。そうでしょ。そうだったかな。覚えていないが、私と同じように何人もの子供が集められていた。ああ、施設やったんかこれ。そしてなんだか検査みたいなことをして注射をした。なんで今さらそんなことを。おじの顔が青ざめている。額から冷や汗が吹き出していた。実験だったわ、あれは。私は何も。
私はハーバーで拾ったバッジを見せた。私は叔父に手を伸ばした。私は諦めて部屋に戻る。いや、これは A でしょうよ。私はハーバーで拾ったバッジを見せた。これって確かミネルバ社の社章よね。ミネルバはローマの神話の神様で、その女神の使いがフクロウ。そうよね。叔父は力なくうなずいた。ガンツフェルト症候群って何？私に関係のあることなの？ここで何が起こっているの？私は叔父に詰め寄った。お願い、教えて。おじさんはそれを知ってるんでしょ？私は知らん。うつむいたままおじは言った。私に力があることおじさんは知ってるんでしょ？おじは無言で首を横に振る。それじゃあ本当に知らないのか、私の力で試してみましょうか。私はおじの腕にの手を伸ばそうとした。いざとなれば多少おじに負担があったとしても本当に記憶を読み取るつもりだった。待ちなさい。おじは静かな声で私を制した。知れば後悔することになる。それでもいい。知りたいの。私に何があったのか。私の決意が通じたのか、おじは言った。ガンツフェルト症候群は第二次成長期前の子供にしかかからない内分泌異常を伴う神経障害だ。おじは一言一言思い出すようにゆっくりとそう言った。ガンツフェルドというのは完全な場という意味のドイツ語だ。おじさんはその研究をしていたのね。そうだ。ある種の条件を満たせば人は誰だって超能力を使えるようになる。なんと、マジで俺も使えるようになる。使いたい。そのための条件が、でもなんか物に触って、いやー、どうせたらなんかこう、なんかもっと派手なのがいいな。超能力を使えるようになる。そのための条件が完全な場だ。完全な場は人の知覚を制限し情報を剥奪することで作られる。アメリカの超心理学者チャールズ・ホノートンがガンツフェルド実験を行い、それを証明した。おじはちらりと私の顔を見た。わかるかね。私はうなずく。ガンツフェルド症候群が発症すると視覚触覚といった特定の知覚の一部が消失する。あ、そうなんや。患者は外部からの情報が遮断されることで、より内的な意識に強制的に集中させられるようになり、そのためにトランスパーソナル体験を何度も体験することになる。あー、なんかマジで本当にアリスの話やな。つまり瞑想状態になってしまうと考えればいいだろう。そして超能力を手に入れるのね。おじはうなずいた。私はそのガンツフェルト症候群だったの？違う。ガンツフェルト症候群は細菌回線によって脳のある部位に、微妙な毒素が特異的に結合することで発症する。私はその毒素を研究していた。すると、その毒素を私に。返事はない。あれ、来客中だったんですか？返事もしないうちに誰かが入ってきた。俊夫さんだ。ちょっと話があるんです。小林さん、すいませんが、僕らの部屋まで来てもらえませんか？悪いが、今ちょっと取り込み中なんだ。それは困るな。俊夫さんはズカズカと部屋の中に入ってくると、叔父の肩を掴んだ。ミネルヴァのことで話があるんですけど。お前も関係者かよ。叔父の顔から血の気が引いた。さあ、俊夫さんはそのまま叔父を連れて行こうとする。待って。私は俊夫さんに手を伸ばした。まさかこんなことになるとは思っていなかった。力が発動したのだ。私の意識が俊夫さんの中に入っていく。なんだ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 。大変よ。私は叔父に向かっていった。俊夫さんはおじさんを殺すつもりだったわ。俊夫君がミネルヴァのスパイだったなんて。おお、なんかおかしな話になってきたぞ。どういうことなの？これは一体。再びノックの音がした。私とおじは身構えた。小林さん。オムライスの声だった。そこにマリもいませんか？いるわよ。私はほっと息をついていった。大変だよ。入ってくるなりオムライスは言った。早く、外に。あれ、まさか、俊夫さん。気絶しているだけよ。何があったの？とにかく外に。小林さんも。キヨさんかな？どっかでカラスの鳴き声がする。
まるで人間の赤ん坊が泣きわめいているかのような声だ。耳障りな鳴き声。私はできるなら耳を塞ぎたかった。香山さんに三木本さん、それにかなこちゃんとけいこちゃん、きよさんまで、あ、きよさんまでが出てきていた。誰もが塔を見ていた。その塔の先端に何かが突き刺さっている。見てみろよ。三木本さんは私を見ると持っていた双眼鏡を手渡した。そこに突き刺さっているのは香山さん、村上さん、村上さん。おお、ちょっと違う展開だ。村上さんは塔を腹の先端に突き抜かれていた。カラスがくちばしでついばんなんだろう。裂けた腹から、あ、内臓がこぼれている。あ、やだやだ。大さんの犠牲者ってわけだ。相変わらずニヤニヤ笑いながら三木本さんが言った。わらべ歌よ、恵子ちゃんがつぶやいた。え、村上さん関係あるか。そこ虫村のヤマンバドン、怖い怖いと泣いてござる。何が怖いとカラスコ聞けば、悪たれいたちの風の神に高めに立たされ身動きできぬ。それが怖いと泣いてござる。ビュービュービューのザンブラブン、ビュービュービューのザンブラブン。え、ヤマンバちゃうやん。村上ヤマンバちゃうで。高み、つまり塔に突き抜かれたその死体にカラスが群れている。第三の殺人が、またもわらべ歌の通り、ヤマンバじゃねえよ。茶番はやめろ。敏夫さんだ。もう結構だ。部外者の目を気にしてくだらん猿芝居なんぞしている場合じゃないだろう。敏夫さんは緑さんの肩を借りてフラフラと近寄ってくる。こいつらが犯人に決まってるじゃないか。あの実験では女しか残っていなかったんだ。それに大体他の誰にあんなことができる。敏夫さんはそう言って拳を握りしめた。アクタリーたちの風の神が。恵子ちゃんはそしらぬ顔でわらべ歌を口ずさんでいる。やめろその歌を。敏夫さんが怒鳴った。聞いているとイライラしてくるんだ。ミネルヴァの犬が何を吠えているの。お前もっかい。いいなこういう展開。ってことで今回はここまでで終わりたいと思います。次回またこの続きからサイキック編やっていきたいと思いますので、なんかあのワンのスパイ編を思い出すね。またよかったら次回見てやってください。またね。